こちらが当社自慢の中鉄製ボイラーです。高効率、長寿命のボイラーです。ユーザーの要望に応えたボイラーや熱交換器、イエスものづくり。今回は須坂市の熱源機器メーカー前田鉄工所をご紹介します。前田鉄工所の創業は1906年、硫黄の精錬釜の製造からスタートし、関東大震災を契機にボイラーの開発製造を始めたという110年の歴史を持つものづくり企業です。うちのものづくりのこだわりっていうのは、製品の押し付けではなくて、ユーザーの要望に応えた製品作りが当社の一番のこだわりだと。現在も主力製品はボイラー、さらに捨てる熱を再利用する熱交換器にも力を注ぎます。排熱が大気に放出されているわけですけども、その排熱を再利用するというようなエンジニアリングにも力を入れて、CO2 削減、また抜本的なその燃料削減を達成するためには必要な製品だと思って今強化している次第であります。創業110年の前田鉄工所、蓄積されたノウハウと高い技術力でオーダーメイドの製品作りにこだわります。やはり今まで大量生産で、大量に大きいものを使えばコストが安くなる、そういった時代から変わってますので、やはり顧客一人一人に合った対応、それとそれに対しての製品の改良開発、こういったことを繰り返しながら、この縮小する市場の中で、しっかり足場を固めていきたいというのが、当面の課題だというふうに思っています。